3回目の大会。1997年7月5日から7月27日まで全21ステージで行われた。ついにインドラインに土をつけたビアルムリースだが、その座は盤石ではない。マルコパンターニが交通事故による1年半のブランクからついに復活を果たし、3年連続三学賞のリシャール、ビランクも万全の構えを見せる。 直前のジロでイタリアを、底なしのスタミナで制したイヴァンゴッティも吹き味。チーム内にもリースのアシストでありながら、前年総合2位と底知れぬ実力を見せた、ヤングルリッヒと優勝候補がひしめき合う。総合成績以外にもジロで、区間5勝と絶好調のマリオ・チポリーニと2年、連続ポイント賞のエーリックス・アベル、パリ・ニースで区間4勝と大暴れした。 トムステールスのゴールスプリント争いに注目が集まる。プロローグはボードマンが2度目の制覇。このまま、数ステージは、マイオ・ジョーヌを守りたいところだが、第1ステージで、校長のチッポリーニが勝利。ボーナスタイムによりあっさり、マイオを奪った。このステージでは、ゴール1 1トル手前で選手の7割が巻き込まれる、集団落ち者が発生し、リース、精レ。 パンターに、ルブランラは早くも一分近くロスしてしまう。第三ステージでロミンゲルがクラッシュし、鎖骨を折ってリタイア。最後のツールを寂しい形で去ることになった。第五ステージでは、タイムロスに加え手術の予後が思わしくない精レが、繊維を喪失し、不出走となったが、新たなスターが生まれた。レース中盤で、捨て身のアタックをかけ、1 4 7トルを、 独走したセドリック・バススールが集団に大差をつけて、ゴール。チッポリーニからマイいを奪った。第6ステージでは、トップでゴールしたザベルが、危険走行で、降格処分を受ける一方、進路を塞がれて激行したステールスが、モンカスさんにボトルを投げつけて、失格処分となった。第7、第8ステージでは、処分に納得しないザベルが雪辱の連勝を果たし、 ここで一旦平坦ステージは終わりを告げる。第9ステージはツールマレー峠を含む難関ステージ。本来ビランクのアシストであるローラン・ブロシャールがゴール 3km 手前でアタックをかけるが他チームからのマークが集中したビランクは自らが動いても区間優勝は難しいと判断してこれを黙認し追走集団を抑えたため逃げ切りに成功した。リースは トップ集団から30秒遅れて、連覇に赤信号が灯る。一方、ここまで暫定トップのバスウールは、上りで何度となく、引き離されるものの、下りで追いつくことを繰り返し、なんとか、迷いを死守した。今ツール最高峰のアンバリラ峠を要する、最難関の第10ステージ、前日のリースの不調を見たウルリッヒがついに牙を剥いた。 パンターニとビランクの共同戦線による追跡をものともせず、1分以上の差をつけて、区間優勝、マイオ・ジョーヌも獲得した。このステージでは、ゴッティが第7ステージでリタイアした後も、ツールに残った、フランチェスコ・カーサグランデが検討を大きく、順位を伸ばした。第12ステージの個人タイムトライアルでも、ウルリッヒは2位に3分以上の大差をつける圧勝で、 さらに優位に立つ。ラループデュエズにゴールする第13ステージでは、期間支援に悩まされながら、パンターニが、ついに区間優勝、選手生命すら危ぶまれていた、交通事故から完全復活を遂げた。ビランクは、前日のタイムトライアルの疲労から、ご一歩の伸びが足りず3位に終わる。プロローグで優勝したボードマンは、第9ステージで、 落ち斜しあばら骨を折る重傷を負いながら走り続けていたが、このステージでついに力尽きて去っていった。第14ステージでは、ビランクとウルリッヒ、エスカルティンの三つどもえの戦いの末、ビランクが区間優勝。ただし、ゴールまでウルリッヒは、ビランクを逃がさず、タイム差を縮めさせない。第15ステージでは、機関支援に悩まされ、 前日終了時点でリタイアも考えていたというパンターニが区間2勝目を挙げた。ビランクはテレコムチームとの共同戦線による追撃を期待していたが、ウルリッヒはもはやパンターニを追う必要はないと判断し、リースも力尽きていたため追撃体制が整わず、区間優勝は夢と消えた。このステージでもはや勝負は決まったかと思われたが、ウルリッヒは 最後のピンチに直面した。第18ステージ、グランバロン峠でウルリッヒは、ビランクとローラン・デュフォーのペースアップに反応できず、小集団を形成したエスカルティン、校長のカーザグランデラと共に逃がしてしまった。ここでは、カーザグランデに逆転される恐れのあったアブラハム、オラーノがウルリッヒに協力したため、逃げは潰すことができたが、次のアンストラック峠で、 再び戦闘集団から脱落した。ここでウルリッヒは絶対絶命かと思われたが、逃げ集団を構成したメンバーは、総合2位から6位の選手が揃っており、全力を出して、後方を引き離しても、順位変動の恩恵に預かれるのは、ビランクのみ。このため逃げ集団の足並みは揃わずペースダウン、結局ウルリッヒに追いつかれてしまった。第19ステージでは、 逃げを成功させ一地打ちとなったヘップナーとフォスカンプの体当たり合戦となり、両者危険走行で降格処分30秒近くを遅れてゴールしたトラベルソーニを優勝とする最低で物議を醸した。第20ステージの個人タイムトライアルでは、なかなか調子の上がらなかったアブラハム・オラーノが、ようやく区間優勝し、総合でも4位に上昇した。ウルリッヒは、 連日の山岳スペシャリストたちの攻撃に疲弊していたか2位に終わり、最後にわずかながら不安を覗かせた。一方リースはパンクに見舞われた上に修理後に再びメカトラブルが発生。完全に繊維を喪失し、ピナレロが用意したスペシャルエアロバイクを道路脇に投げ出してしまった。この後、台車に乗って出走を促すチームスタッフの進言を拒否し、 修理をさせたため、9分も遅れるという惨憺たる成績に終わった。最終、第21ステージ、シャンゼリゼでは、マイオベールのザベル、競合、ブライレーベンスラをかわして、ニコラ・ミナーリが区間に照明を上げて幕を閉じた。ありがとうございます。